ターチャーン軍は、台南部、スラートターニー県にある軍、ターチャーンとは、蔵の港を意味する。これは、昔、納税の際この付近の住民はもみ殻を、税の代わりとして納めていたが、会場から送ることが多く、港ができて、そこにもみ殻を置く蔵ができたためである。1908年7月31日、プムリエン軍からタムボンターン、タムボンパークチャルイ、 タムボンサウィアットが分離し、またプンピン軍からタムボンタークウィ、タムボンターチャーン、タムボンクローンサイが分離してターチャーン軍軍を形成し、プムリエン軍の管轄下に置かれた。1938年8月1日、軍に昇格した。軍は東の海側のバーンドーン湾から西のプーケット山脈まで横に伸びている。西のプーケット山脈側は、 ケンクルン国立公園として保護されている。山岳部からは複数の川が流れており、軍内の主な水源となっている。交通は大国鉄が通っているほか国道41号線が南北に通っており、北にチャイア方面、南にプンピン方面に通じている。軍内の40%が果樹園、ゴム園などの農業、20%が米の生産。 15%が、漁業、10%が、サラリーマン、10%が、商業、5%が、その他に従事している。農業生産物は、米のほかパラゴムの木、油や脂が生産されており。漁業では、赤貝の仲間あるかクリノーザーや、ブラックタイガーなどが生産、採取されている。群は6のタムボーンに分かれ、さらにその階に46の村がある。自治体があり、 以下のようになっている。テイサバーン、タムボン、ターチャーン、タムボン、ターチャーンと、タムボンカオターンの一部また群内には6つのタムボン、行政隊がある。ありがとうございます。